ユストスカール・ハスカール・ユストスカール・ハスカールは、ドイツの博物学者、植物学者である。ヘッセン選定公国のカッセルで生まれた。1827年からポッペルスドルフの演芸賞で学び、1834年からボンで博物学を学び、海外での科学的な調査のための技術を身につけた。1836年に、ジャワ島に渡り、 バウテンゾルグの植物園の園長を務めた。ジャワ島内部で多くの調査旅行を行った。1846年に帰国し、デュッセルドルフの商工会議所の事務局に勤めた。1852年にオランダ政府から、キナの木のジャワでの栽培のための種を入手するために、ペルーへ派遣され、1853年の春、リマに渡った。ウチバンバで種を入手し、 オランダへ送り、1854年にブラジルとの国境近くの地地かこの東で500本のキナの木の若木を入手した。ハスカールの目的が知られ、ペルーからの帰国は逃亡に近いものであった。ハスカールはジャワに渡り、キナの木の栽培を始めたが、1856年に健康を害してヨーロッパに戻り、オランダ政府の職を辞した。 インドネシアの植物を研究し、ゲオルク・アウグスト・シュバインフルトの集めた植物の研究も行った。ドイツ生まれで、ジャワで働いた植物学者、フランツ・ビルヘルム・ユング・フーンの著作の編集を行い、アルフレッド・コールの南アフリカの植物に関する著作の翻訳も行った。タコの貴族の種、パンダナス・ユタリスのシノニム、ハスカーリア・アベイルに懸命されている。 ハスキは、植物の学名で命名者を示す場合に、ユストスカール・ハススカールを示すのに使われる。ありがとうございます。